かけるです。ということで今回何するんですか？脱学学科ブロッイエーイ。ということで今回見てください、こちらじゃじゃん、この今監獄かくれんぼっていうね新ルールが最近出たんですけれども、これですね、これですね、これどれですね、怖いですね、ピエール、これですね、この監獄かくれんぼ怖いですね、これはい、怖いですね。こちらを、まあ、45回すると、まあ、5枚ガチャ付けがもらえるってミッションがあるんですけど、こちら私、ちょっとずるい戦法を使ってここ44回やることができました。イエーイ。そしてこれこれに使えるんですね、このガチャに。ガチャに使えるチケットがね今4枚分まで溜まっております。はい。ということであと1回したらね、ガチャが5回そしてコインでできるガチャが1回あるので、それも最後に回していこうと思うんですけれども、はい、はい、やっていこうと思います。行きましょう、行きましょう。はい、ということでね、やっていこうと思うよ。スムグだけなんかすんげースキンが豪華なんだよね。僕だけね、この、この右腕に持ってるバラの花束、はい、これは一番レアのレジェンドみたいな、その一番レアの虹のやつなんだけど、スムグだけね、なんかいろんな種類出てんの。そうでも僕だけ3回虹来たんだけど、3回とも全部花束っていう、花束っていう、運がいいのか悪いのかよくわかんないですね。見て武器、あ、見て武器、何飛ぶ、飛ぶとワープ、ワープ逃げ、逃げ、逃げだけですね。ということで、でこの脱獄ごっこっていうルールからやっていこうと思います。はい。脱獄ごっこはね、一人人狼がいて、人狼が全員倒すか、市民が6個スイッチを押して脱獄するかですね。ということで、はい、さよならスムグさん。ハロハロー。今あれですね、ヒカキンさんとのコラボがあってるんで、人狼棒が、すごいなこれ、流していいのかってぐらいの量で、ね、ブン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 言ってしまうから、やばい、足が速くなってる、やばい、最後に刺されてしまった。もうこの、こいつ諦めよう、ブンブンは、ブン、ヒカキンさんは諦めよう、ヒカキンさん付近はハロー。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 なんだあいつ変なとこ行ってるぞ、おい。なんかあいつ変なとこ行ってる。ハロー。ハロー。ハロー。いで。ヤンのか。ハロー。ヤンのか。ハロー。なんだあいつ変なとこ行ってるぞ、おい。なんかあいつ変なとこ行ってる。なんかなんかあの、倒してる間に変なとこ行ってんだけど、あぁーマジで、私にチャンスをくれるというのが、ぐるんでぐるんでぐるんで、貴様やんのか、あー逃げられたくっそダメだったということで、僕が人狼で、人狼は成功した、完封はできなかったけど、よし、じゃあ次行きましょう。さっきの脱獄ごっこっていう人狼が一人で逃げが3人のやつの倍の人数、どっちも人狼が2人で逃げが6人のモード、軽泥でやっていこうと思います。グリーンビレッジ、ツンツンが投票したステージです。さあ、お、僕とズボクの人狼だ、よし、動画としては最高だぞ、かかってこい、ほら、かかってこい、ズボクで、このサンズから出そう。サンズが、こいつ油断してるから、うえ、ヘビ持ってる、行くぞ、うわっ、ハロー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 、新しい一番レアなスキン、このサンズさんが使ってるスキン、やばい、この毒斬りみたいに出してる、ハロー、ハロー、爆弾、OK、よかった、自爆しなかった、今、ハロー、で、これ、倒した人はね、ここのね、牢獄にぶっ飛ばされます。マジ、あ、そのオーラね、発動させるとね、黒い霧みたいな、そういうね、特徴あるよね。ハロー、トムクが、ちょっとごめん、今、ミナトさんを捕まえようとして、手伝ってよ、おい、人狼、人狼は人狼で行ってる、あ、あー、オッケー、ハロー、レモッチだ、レモッチ、さあ、爆発してもらいましょう、ドーン、
どこに逃げようと無駄だぞ。港。俺も倒した。ナイスナイス。ほ、そばの、まだ。ハロー、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 はい、倒していく。あとその人だけだ。弱い人、弱い人だけだ。潰すぞ。あー、もういけなかった。行くぞ。ハロー、ハロー、ハロー、ハロー。視界が、視界が。さあ、勝ちました。完封です。ナイス。さあ、ということで次のルールはバトロワトリをやっていこうと思います。ということでね、レベル100の人が仲間になった。うまい。で、敵になった。まあこれね、どういうルールかと言いますと、バトロワそのままですね、この3チーム、1組3人の3チームで、まあやり合うっていうやつですね。はい、やり合う。まあやり合って、レベル14が、あぶね、14が来るなよ。あ、レベル200が来た。やばい、レベル200来た。よっしゃ、よっしゃ。ということで、やり合って誰が最後まで生き、どのチームが最後まで生き残れるかってやつですね。はぁ、立つぞ。よし、ここ2個開けようか。で、ここ行こう。この8個部屋、8個部屋は強い。早速ヒカキンさん武器、なんか開けられない2つも。 OK、いや、開けるな。あ、やばい、敵がもういる。何か、やめろ、やめろ。燃やされるぞ。ほほほほほほほ、やばい、敵が来た。仲間が駆けつけた。逃げるぞ。これ逃げるしかない。この階段の上に逃げようよ。豪快だ。仲間、仲間。あ、敵が来た。やばい、やばい、やられた。へぇ、いや、まだ待ってない。仲間が勝った。もう終わる。逃げるぞ、逃げるぞ。おぉ、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 アンダーザブラキオパーク、気を取り直してやろう。このステージで、あ、仲良くしようね。めっちゃ強い人と当たりました。仲間になりました。嬉しい。よっしゃ、よっしゃ。ほっ、ちょっとここ開けてていいよ。かけらあっちが開けてくる。あ、なんだー。開けてきますんで、開けてていいですよ。はい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 。お、人狼棒手に入りました。降りて、ごめんね、ここだけ多く取らせてもらいます。あれ、なんかトラボク開けられなくなったんだけど。ええ、はぁ、すげぇ、かける。よし、行くよ。あ、ちょっと、もしかして落ちてない？落ちてない。なんだそれ。ハロー、ハロー。あ、ほんといいか、ちょっとほら、ここ開けて。切れた。マジでもうダメだね。あ、僕も切れた。マジかよ。なんなんだよ。撃つというか殴るじゃん。殴ったり撃ったりする。あ、落ちた。あ、落ちた。イエーイ、ナイス。そう。あー、下ろす。一番僕がやられ、あ、あ、切れた。アクセサリーですね、切れた。あ、先に倒そう。止まった。終わりまーす。さよなら。さよなら。もう、なんで。Yeah.
ライブ決まったってことだったが、あーダメでした。はい、ということで朝になりました。イエーイ。次の日です。はい、寝起きです。そこまで寝起きじゃないんじゃない？ちょっと寝起きです。ちょっと寝起き？寝起きがまだ抜けきってない感じ。マジか。ということでバトルはリベンジ、やっていこう、はい、さあアンダーザブラキオパークです。来ました。ブラキオパーク、ブラキオしかいない。恐竜の、あ、なんていうの、わかる？ジュラシックパークみたいな感じでさ、恐竜がいっぱいいるわけじゃなさそう。ブラキオしかない。ブラキオしかいないわけ、たぶん。空箱開けるー。ほっ、よし、ニャンニャンボとニャンニャンボゲッチ、ジンローボを。ここは一個ずつ取ろう。ほらほら、待て、レント今終わりだ。そう、トラップに仕掛けられた。まずい。助けて。逃がすか。はい。あ、ぶね、このヒカキン3本はやめろ。うらうらうら、逃げんな。さあ、ここ上がる？なんか来てる。なんか来てる。助けて。なんか来てる。あ、これ1個開けていいの？ありがとう。やれるか。意外と弱かった。意外ともうギリギリやった。あ、みたいね。ギリギリなのに攻めるだから、ね、あ、そういうこと。はい、オッケー。仲間がやられてる。助けに行こう。え、倒してる。倒してる。すげえ。いただきます、いただきます。もう。さあ、どこだ、あと一人。ツンツンが行ったら、かけるワープできるから、行ってもいいよ。ツンツンの。さあ、来た。ハロー。スペシャルオープン。さっき仲間に入ってたやつ。ハロー。残念だったな。俺の仲間は。ハロー。ハロー。逃がすかー。よーし、いけたよ、ズンズン。落ちなかった。落ちなかった。よし、落ちなかった状態で勝利。やったね。よっしゃ、ニャーイス。さあ、激ヤバ監獄、はい、ここもめっちゃ落ちましたね。もうな、お、仲間じゃん。よし、レベル120から逃げるぞ。そっちか、そっちいるんじゃない？大丈夫？いる、大丈夫。逃げた。逃げよう、一旦。で、そこの宝箱、うん、一旦運ぼうか。宝箱、このね、赤い宝箱マークのがあるじゃないですか。ここに4つ運んで鍵を作ってっていう話です。4つ運んで鍵作って、あと鍵作って、うわ、来てる。え、逃げるぞ。でも多分無理だと思うよ、それは。それ無理だと思うよ。逃げるぞ、ずんずん。こっちこっち、逃げろ、ずんずん。俺も逃げるぜ。大丈夫か？ドクドクなってるぜ。まずそっち鬼いるんじゃない？やばいやばい。出ちゃいけない方向に出たかもしれない。やばい。あ、仲間が追われてる。仲間をおとりにしてもらいまして、やばい。サイレンを鳴ってるのが隠れます。で、このサイレンが鳴ってる時は隠れましょう。あ、死んだ。仲間がやられた。宝箱発見しました。こっち来てる？もしかして。こっち来てるやん。もうやだ。おい。やだ。来てるよね、おそらく。あ、あん中で、うん、なんかね、してる。ほっ、オッケー。ちゃんと隠れ切って。え、あいつ何してる？てか、監視もね、宝箱運べるんだよ。なだから、多分もしかしたら隠してるのかも。あー、やっぱり僕が途中まで運んでたやつ隠された。くっしょ。ちょっとこっち来てる。逃げるぞ。
一緒にいれば速くなれる。あれ解けた。あれなくなっちゃった。ロッカーかよ。マジかよ。私追われてんじゃないの。めっちゃ追われてるやん。めっちゃ追われてるやん。Help me! Help me! やばれたー！バレた！あー死んだ！どうにか回復しろ、後で。めっちゃ煽ってくる。え、マジで？え、まだ宝箱じゃないの？ロッカー開けまくってる。いや、ずっとこっちついてきてるからね。誘導させてるから。ありがとう、それは嬉しい。運びます。俺ちょっと、回復して。あ、はいはいはい、そうだね。おびき寄せ作戦ね。宝箱あった。かけるま見つけてる。それ行きます、運びます。よし、取れました。まだ、そこいる。うん、いけない。ちょっと回復しておとりにしてるね。まだいるそこに。うん、じゃとりあえずここ。行った。オッケー、逃げます。来てるなこっち。はい、隠れる。逃げます。鬼近いな結構。くっそ。バレたかすに私の位置が。よし回復した。ナイス、それはナイス。鎖外したらナイス。逃げてて。今ね、あいつなんだっけ、あそこを守ろうとしてるわけよ。なんだっけ、私が作った鍵のとこを。この中にいるんだよ、あいつ。ほら、あそこで待ってるの、ほら。逃げる？一旦逃げるか。ロッカー隠れないと。やばい。ほっ。ナイス、ロッカー出ます。逃げます。あ、どこだった。今逃げろ。ツンツン追ってる。今追ってる。じゃ引き離してくんない。あ、死んでない。見る あ、死んでない。仲間と一緒にいれば助けてくれる。あ、うん、ダメか。ダメだ。うわ、なんで最後、やだ、お腹すいたなんだよ。ほんとね、雑学失敗。敵か、敵がお腹すいたってことか。さあ、ということで、2人のガチャタイムいきましょう。はい。で、つむぎがね、このシールっていうやつが100個溜まってるので、はい、このガチャができますね。じゃあ、ちょっとやってもらいましょう。いきます。ほい。どうだ、私画面見えないんでね。震えない。宝箱がガタガタって強く震えたらね、いいんですね、はい、宝箱の色が金になったり虹色になったりするんだよね。ということで、じゃあ私言いましょうか。はい、ここの看護隠れもミッション全部クリアしてます。じゃじゃーん、ということで言います。一つ頑張れ。出たらいいな、なんか、うん、さあ、ということで、はい、やってまいりました。ガチャタイム。ちょっと見なくていい？見なくてもいいよ。じゃあ、ズズはかけるの、ちょっと見といて。いきます。じゃあ、まずこのコインで引きます。はい、今、まあ、計6連できるんだね。いきましょう。まず宝箱の色の茶色、そっからこれで、これで虹にスーッなら、で、これ、あれが出るから囚人旅行が出る可能性ないですね。これね、卵が割れる速度で持ってるやつか持ってないやつかって分かるんだよね。そう。で、今早かった、もうひびが入るのはピキ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 ってやるんだけど、ビキドーンだから、まあ、持ってるやつ見て、うん、一瞬でひびが満タンまで入る。ということで、じゃあもう一連行きましょう。チケットで引きまーす。もう鳴らした。やめてよ。震えまーせーん。はい、スキップしまーす。あ、金、あー、金なのにもう持ってるやつばっか。あー、どんどん行こう。これ揺れない煙も、あー、全然ゴミ、あー持ってる。あー、くっそ、もう一回、おりゃ、虫出てくれ。
来た金からの5位。全然出ねえ。持ってないやつ、持ってるやつ、もう持ってないやつください。私に持ってないやつをください。ちょ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 、震えない。震えない。全然ダメだ。黒芝の尻尾、カンタの尻尾かもしれない。これはさあラストいきます。ポチッとな。来い。なんでやねん。なんも出ない。はい、ということでね、今回の動画いかがだったでしょうか。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。2人のツイッターのリンクは概要欄に貼ってありますので、そちらのフォローもよろしくな。どういう言い方それ。あー、それそいつ風ね。それではまた次回の次回のご覧いただきましょう。せーの、バイバーイ。